こんにちは。こんにちは。私、ハラと申します。で、21歳でフランスから来てました。私、ルイーズと申します。フランスから来て25歳です。25だよ。今気づいた。2人とも友達ってことだよね。友達。なんかレンゲージスクールで出会って。あ、そうなんだ。じゃあ日本で出会った。あ、そうそうそう。オッケー。ここは天ぷらとかうどん、あと釜飯も結構、うん、釜飯って知ってる？何釜飯？釜ってこんな炊き込みご飯、スティームライスとか。美味しそう。これはサーモンイクラ。イクラ好き。イクラ好き。あ、ありがとう。好き嫌いある？顔でわかるわね。カラちゃんが好きなものとか。ね、美味しそうけど食べきれないか。うん、いいよ。それシェアする。みんなで食べるでしょ。それと天ぷらとうどんで。オッケー。あらちゃんすごいね、ブルーで。そうです。青が好きです。全部青。全部ブルー。髪も綺麗にブルーになってるね。2人ともなんで日本に来ようと思ったの？どうぞ。ゆうは何し日本へ。始まったか。始まった。子供の時に、うん、なんだろう、まあ、村で住んでて、村だから村の以外に何があるってわからない。10歳までだってまだインターネットとかないから全然わからなくて、他の世界があるなんて。7歳くらい、あの YouTube っていうことを見つけて、はいはい、でボカロイドを見つけて、YouTube でアスネミク、あ、はいはい、そうそう。でそれにすごい興味持ってて、でアニメもっていう、これがアニメっていうのも知って、それが日本のものって知って、それなんか、まあ、ちょっと興味持ったら、大人になったら、日本でイラストレーターにやりたいって決めてから、もう今15年ずっとそれ向けて今やってるです。初音ミクも髪青だったっけ？でもそうではないです。そうじゃないんです。そのイメージが。ちなみに出身はフランスはどこなんですか？私、その小さい町って言ってた。パリで生まれたんですけど、パリで生まれたんだけど、1歳2歳から村、すごいマルセイユのところ、なんかすごいプロヴァンスのすごい南、すごいあのラベンダーがいっぱいとか、あの2歳から13歳まで育ってたから。でも13歳からパリに引っ越した。どんな話すればいいか。とりあえずあのどこの町、どうや、なんで日本来た。あ、まあ、ブルターニュっていう地方、はい、そう。なんか日本ではワインが有名とか言ってるけど、全然フランスではブルターニュのワインが有名じゃないボタンって言ったらクレープ。海ね、海、雨で、クレープ、ガレット、シードっていうものが有名。サイダー、サイダー。でもいいじゃん。フランスのレストランがすごい高いっていう。ああ、高いあんまり変わんないんじゃない。かフランスに行った時、あ、一応パリで遊んだら、逆にアジアのレストランで行ってた。アジアの料理が安かった。あ、そう。普通のレストランより。そう、だってあまり行かなくない？なんか友達とフランスのレストランってなんかあまり行かない。カフェとかさ、うん、カフェでもあれ何、うん、カフェこんなぐらいで何600円。そうそう、高い。日本の方が安いね、食べ物なら。遊べるのは安い。そうそうそう。ニューフランスでカラオケとかこういうのない。ない。遊びたいなら公園と美術館で終わり。やっぱりね。だから私ずっと友達が私の家に来て、うん、ゲームしてた。そうそう。それしかできないから、お金ないから。そう。日本に来た理由は、きっかけは何かある？あ、まあ、漫画好きとか。そうそう、結構ちょっと似てて、まあ、多分兄と初めて、何見た？ドラゴンボール？あ、ドラゴンボール見て、で、その年上、私の時代もうなかった。お兄さんが、失礼だな。お兄さんが見てた。一応大学でちょっとだけ基礎の日本語は勉強して。あ、そうなんだね。あ、来た。はい、あ、はい。やばい、美味しそうだけど。美味しそう。美味しそうね、これ、ね、ちょっとだけ食べてみる。卵天ぷら初めて見たかも。すごい。天ぷらは塩でいきましょう。うん、あ、Can I eat the walnut? walnut 食べていいよ。くるみが食べる。はい、終わり。腹のご飯。じゃあ、ちょっとじゃあ天ぷらからいきますか。オッケー。お、早っ。早っ。ダメ？ね、いいよ、いいよ。じゃあ私、ナスと。ナス。ああ、優しいね。ありがとう。一緒に食べよう。ちょっと待って、ワンナッツ。くるみの味する。くるみの
あ、おいしい。おいしい。うん、おいしい。ナス。おいしい。すごい。おいしい。それ何？パンプキン。パンプキン。おいしい。カボチャ。パンプキンの天ぷら多分一番おいしい。本当？うん。卵を初めて見た。気になる。でも卵好きだから。ああ。おいしいかも。それはカボチャ？カボチャ。さすが。さすが。さすが。かぼちゃってフランスで食べる。かぼちゃ料理みたいなのある。あ、パンプキンスープとかか。My mom used to make soup. And I hated it. But now I love it. なんか私あまり食べてなかったフランスで。うん。そんなにね。美味しかった。まだ終わってないよ。終わってないよ。見て。じゃあうどん行きましょうか。なんかうどんすごい変わってるよね。形が。うん。白くないね。丸くない。で、丸くない。魚くない。そこな。シーフード。だし？うん。おいしい。うん。めちゃおいしいの。ノーズと入れよう。なんで美味しいだって。なんの、なんの味？なんの味？これ、だしだから。で、魚のクロス。うん。日本のご飯食べてるから。そうなの。美味しいね。これめっちゃ楽しみ。これ食べたい。これをつけて、こうするでしょ。あと、うん、この薬味をこの中に入れて、面白かったらこれ、これ使ってないからこれ。うん。これを。あ、ありがとうございます。あ、じゃあ腹。あ、いいよ。じゃあこれ食べて。オッケー。これはここに入れる。それそこに入れる。お互いが使ってない。美味しい。はい。It's so cute. オッケー。I think today will be the day I ate a merchant this week. Wow. いい匂いね。すごい、ごまの匂いここまで来る。めっちゃ美味しい。ごまとくるみの匂いする。美味しい。美味しい、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。もっと食べよう。美味しい。これ、ごまって初めて？これ初めて。なんか、つけ麺って、まあ、つけ麺。はいはいはい。つゆの味、うん、なんかは初めてこれ。でも美味しい。なんかびっくりした。なんか冷たいからびっくりした。あ、そうなの。あ、これ冷たいんだ。すごい、これスープがすごい冷たい。朝がすごい冷たくなった。美味しい。びっくりした。I love goma. You should try this. 卵？ Yeah. 卵。You should try the egg. That's the smallest part of egg ever. あ、when I went to 箱根にいた時にある黒い卵を食べた。うん。なんか悪くない。美味しい。めっちゃ美味しい。これ美味しい、ね。うん、めっちゃ美味しい。塩めちゃかける。卵天ぷら美味しい。卵天ぷら初めて。めっちゃ美味しい。あんま確かに珍しいよ。うん。ね、けどすごい美味しいです。うん。あ、美味しいな。うん。俺もあんま食べないからさ、卵天ぷらって、うん、でしょ。これ、あれ、ご飯のやつ。これ、ご飯ちょっとだけ食べてみて。食べたい。But like, I'm very thirsty, so... さっしょ、トゥベゾンジュな。いくらだけの。うん、美味しい。食べてる。うん、美味しい。なんか魚すごい。すごい。日本のレストランで働いてた？あ、そうなんだ。そうなの？そうだよ。え、なんの？ラーメン？なんか、フランスで寿司だとしたら、うん、フランス日本のレストランじゃない、日本人じゃない。寿司なら必ず中国人が。なんか、うどんとかラーメンだったし、チャーハンとかいっぱいあったし、うん、パリ焼き魚、そうそうそう、パリですごい有名だった。すごい人気で、すごい忙しくて。あれ、あの道？日本料理が多い。そう、でもなんかもう少し奥で左だった。よく知らない場所で、すっごいお金も、なんかお金持ちのレストランだったらそれが本物。あ、でもすごいお金持ちだった。でもすごい高いっていう。そうです。でもなんか私もそれだけ
いつ来るのレストラン。あ、うん、おいしい。うん、イカとかない？イカはない。これが分かんないよ。あ、これレンコンだね。うん、レンコンって何？あ、セーレルチュス。あ、天ぷら。美味しいのに。じゃあ食べて。レンコンは美味しいよ、ね、美味しいよ。けどなんか天ぷらで初めてかも。そうなんだ。うん、生で食べてた。生、うん、生これは何？油の味しかしない。これは魚じゃない？魚な気がする。じゃあマロバーシェアする。何かは気になるよ。肉の天ぷらってあんまないけど。でもたまにはあった。たまに、うん、まあ、卵あるから。確かに何があるか分かんない。魚かな。え、豚。豚。あ、本当だ。肉の匂いがする。肉だ。あ、やわかい。え、うん、魚じゃない？ん、マレーズ食べてみて。美味しいね。めっちゃ柔らかい。え、なんだろうこれ。でも肉でしょ。肉と思う。うん、これ鶏肉だね。鶏肉でしょ、うん、なんか柔らかい。まさか天ぷらに鶏肉が来ると思わなかった。あ、まあ、卵と親子ですね。同じ親子。その通り。親子。この鮭もね、鮭といくら。そうそう。じゃあちょっと最後2人とも質問なんだけど、うん、日本に来てめっちゃ驚いたこととかある？ゴミない。ゴミない。 あの、はいはい、ゴミ置く場所ない。あ、ゴミ置く場所がない。ゴミ箱。なるほどね。フランスであれホーム、電車のホームだと毎10メートルある。はいはい、はい、パンパンパン。日本で何もない。確かにコンビニとか駅とかに行かないとゴミ箱くさい。そう、それ以外になのになんかゴミないんです。そう、綺麗。でパリでどこでもゴミあるんだけどゴミいっぱいだらけ。そう、本当にそう。パリとかも。そう、なんか日本人が結構渋谷汚いとか言ってるけど、めっちゃ汚いじゃん。それはパリに行ってないから。それは平均。なんか渋谷ぐらいは、あ、パリ綺麗の日の。それ、うん、しかも綺麗にする人はいないの。そう、綺麗にする人いますけど。溜まるし、取れないし、外で歩きながらパッって。そう、なんかタバコも歩きながらいいから。はいはいはい。タバコ、あ、歩きながらタバコいいんだ。大丈夫。あ、でも逆に日本でタバコ歩きながらダメってびっくりした。え、じゃあどうすると思う。そうで、フランスは中はダメだけど、うん、外はどこでもいいって感じだ。あ、そういうことね。ごちそうさまです。お腹いっぱい。デザート大丈夫だった？いらなかった？デザート、うん、いらなかった。バイバイ。